3月5日太田文化の森で太田文化の森運営協議会感謝デーが開かれました。このイベントは太田文化の森の企画運営を行う運営協議会の創立20周年を記念したものです。日頃太田文化の森で開催されているステージイベントやワークショップなどが施設の全館を使って行われ、会場には多くの人が訪れました。この20年というのは本当にここ多くの区民の皆さんのご支援と努力とによって、またボランティアさんによって作られてきたものでございますので、ご尽力に対してありがとうという気持ち、それを込めまして感謝デーという名前をつけて、何かできないかというので作った今日の催しでございます。こちらはホールで行われたステージ森のこだま。毎月第4水曜日に開催されていて、童謡や昭和の名曲などを観客も一緒になって合唱する太田文化の森、開設当初から続く人気のイベントです。この日は感謝デーのスペシャルバージョンとして、バイオリンとピアノによるコンサートも行われました。太田文化の森はこれからも自由な企画が行える場として、さまざまなイベントを開催していくとのことです。